湖南障害経済学院は中国湖南省庁を指したけ六区に本部を置く中国の私立大学である。1997年に設置された。2014年時点では学校の面積は95.60万平方メートル、建築面積は42.76万平方メートル、生徒数約26,158人、本科生2467人、 専科生3976人、教職員986人。湖南障害経済学院の起源となる湘南分離専修学院を、湖南両高みのる教有限講師が設立。1998年、調査したケ六ック国園に移転、名称を湖南障害経済学院に変更。公園、学院も、系も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。 学部は学院と系の上の編成で実体はなく日本の学部とは位置づけが異なっている。要約がないのでそのまま記す。湖南障害経済学院図書館湖南障害経済学院図書館蔵書数は全館合計で約146.56万冊学校関助湖南障害経済学院 http://www.hunaneu.com スラッシュ xxgk スラッシュ xxjj スラッシュコナン障害経済学院ゼコミナミ両高みのる教有限講師投資協立的一庶民普通本会員講アミ駅2018年5月18日閲覧ありがとうございます